1.9 秒、そして3番手には前傾3番クロセ選手、さあトップ前傾1番松下選手は3周目クリア、デスラップも9秒75、そして2番手を変えます前傾2番戸郷選手、さあトップとの差が徐々に開いている模様、その差が 6.9 秒、さらに力の方は間もなく1分を経過です、残り3分、さあトップ前傾1番松下選手は快調に周回デスラップを更新して9秒7秒、さあここで3番手を走るクロス選手もデスラップ9秒台、9秒74、さあトップは9.1番松下選手、これで9周をクリア、そして2番手には前傾2番戸郷選手、こちら8周をクリア、そして3番手には前傾3番黒瀬選手、3番手と2番手の差が約3秒、さあ時間の方は2分を経過しました、残り2分、さあトップは前傾1番松下選手、バックストレートからエンジン変調を走行中、フロントがホワイト、テールがグリーンのカラーリング、ただいま継続ラインの通過、そして2番手には前傾2番戸郷選手、3番手には前傾3番黒瀬選手、さあ時間の方は間もなく3分の経過、3分の経過です、残り時間2分、トップ前傾1番松下選手は16周をクリア、そして2番手前傾2番戸郷選手も16周をクリア、その差が約 7.5 秒、そして3番手には前傾3番黒瀬選手、2番手と3番手の差が約2秒、さあここで2番手に前傾3番黒瀬選手が浮上、さあ時間は残り30�秒、時間は残り20��ao、さあトップを変わらず前傾1番松下選手、2番手に前傾3番黒瀬選手、その差が約5秒、さあ時間は残り5秒、さあここで4分が経過しました、電車ゴールでここで走行を続けてください、ゼッケン3番ゴール、1番ゴール、2番ゴール、電車ゴールです、電車ゴールです、ただいまのトップゴール、ゼッケン1番松下選手、勝ち上がりです、おめでとうございます。